県内の海に関するさまざまな話題をお届けする海と日本プロジェクト in 大分県。今回は姫島を代表する海の幸、姫島車エビをご紹介します。人口およそ2000人、周囲17キロの小さな離島姫島。昭和40年代初めから広大な塩田跡地を利用した車エビの養殖が盛んに行われて、島の主幹産業の一つとして成長してきました。車エビの養殖販売を行うこちらの会社では、毎日朝早くから出荷作業を行っています。これは今大きさ別に選別をしてます。まあ、大きいのからちっちゃいのまでですね、サイズを揃えてそれを市場の方に出荷すると。全部もう手作業ですね、はい、生きたまんま市場の方に、生きたまんまつきます、はい。選別した車エビを海水と一緒に箱の中へ。生きエビの新鮮な状態で全国各地の市場に出荷していきます。甘くてめちゃめちゃ美味しい、はい、いい環境で育てているというのがあると思います。順調にエビが毎年育って、で僕ら の下の世代ですね、そういう人たちにも働ける環境っていうのが、まあ、ずっと続いていくっていうことが大事だと思います。さて、姫島車エビとはどんなお味なのか、地元のお宿安西旅館を訪ねました。皆さんご覧ください、車エビ尽くしの料理です。いやー豪華ですね。早速こちらのしゃぶしゃぶを私いただきたいと思います。見た目からちょっとプリプリ感が伝わってきます。うわっ、うわー綺麗、美しい鮮やかなこの赤。うん、プリプリ、噛めば噛むほど甘みがどんどん口の中に広がります。おいしい。姫島の豊かな海で育った車エビ、皆さんもぜひ味わってみてください。海と日本。